いちごでございます。今回はですね、毛玉の直し方をご紹介したいなと思います。わかりますかね、こう毛玉になってもぐちゃぐちゃになってますね。こんな感じで、これを直していきます。直すにはこのスリッカーブラシを使用します。持ち方はこういう形ですね。こんな感じで、まあ、スプーンを持つようなイメージでいいです。難しいよって方はこうやって握りしめるだけでいいです。これでこうやってね、かき分ける形でいきます。私はこの持ち方で直していきます。では分かりがいいようにこの状態で直していきます。何度も何度もですね、このように同じ部分をですね研いであげてください。そうしていきますとどん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 治っていきます。よいしょ。いいですか。はい、いかがですかね。毛玉こんな感じで、治ります。ハサミで切ったりともしてません。スリッカーブラシで、研いだだけですね。そうするとこういう風にね、綺麗に元通りになりますんでね。よし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 。でどうやってやったかと言いますと、この毛の部分をちょっと持っていただいて、このスリッカーブラシで研いていくだけです。こうやって感じですね。よしよし、優しくやっていただければいいです、ね、よしよし。お利口さん、こんな感じで、はい。でかけるときはかけて手首をスナップする感じですね。こういう感じで腕で、まあ、こうやりがちなんですけれども、何度も何度も細かくやる場合はですね、手首を効かせる形を取ってください。よいしょ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 ってね、まあ、ちゃんとね、ほぐれているかどうかの確認は、まあ、公務でこうやってやっていただければ、とげてるかどうかが分かりますね。はいね、よし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 。ほとんど力入れずに言ってますので、サラ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 とちゃんとほぐれしてれば手が通りますね。よいしょ。まあ、こっちでも逆にしても、はいね、はい、綺麗、はい、 OK でございます。はい、いかがだったでしょうか。毛玉の直し方でございます。非常に簡単です。このスリッカーブラシさえあれば、ちゃっちゃっちゃっちゃと直すことができます。皆さんもぜひこのスリッカーブラシで、かけてあげてください。では次回もぜひご覧になってください。バイバーイ。